はい、どうも、ゆうです。今回はですね、プテジャスの、紹介をしていきたいと思います。まあ、プテジャスですね、まあ、序盤からえげつなかったですね。80万で、まあ、やっぱスキルを逆足5で、まあ、能力も文句なしという、まあ、シュートパスドリブル90で、守備もできて。で、まあ、フィジカルの部分は、まあ、フィジカルちょっと低いですけど、スタミナもまあ80台あって、で、ペースも80台あるっていうところで、本当に文句なしの能力ですね。で、プレスタも、まあ、テクニカル持ってたりとか、高精度、と鋭いパス、的確なパス、的確か、トラッパー、フレアも持ってるので、まあ、やっぱりこの辺のボールの持ちやすさっていうのは本当、群を抜いてすごいかなと思います。まあ、今ですね、めちゃくちゃ安くなって40万、切る時もあればまあ30万台であったりとか、まあ、高くても40万台で買えるんで、まあ、非常におすすめ選手かなと思います。はい。で、まあ、ポジションとしては、まあ、結構いろんなとこできて、賛否両論あると思うんですけど、まあ、自分は ST であったりとか、まあ、あとはサイドに張らすのもいけますし、まあ、中盤でもボランチもいけます。やっぱ守備値がある程度70まであるんで、やっぱり、ビルドアップであったりとか、中盤でこの選手が顔出してくると結構止めにくいので、まあ、そういった面で言っても、中盤に置くのも一つかなっていうのは、僕は思ってます。はい。で、あとですね、まあ、得意なプレーとしてはやっぱりこのドリブルですね、中盤からであればそこから上がっていっての、チャンスメイクであったりとか最終パスも選べるしシュートも自分で持っていけるっていうところとあとはですね、サイドであればそこからのドリブル突破であったりとかっていうのも含めてですね本当に何でもできる選手ですね、まあ、守備もできますし、まあ、本当に強みのある中盤の上がり、フォワードもできて決定力もあってパスもできて守備もできて何でもできちゃう選手なんで、まあ、これが40枚使われていると、本当におすすめかなと思います。で、あとですね、まあ、似ている選手になってくると、ボンマキとかになってくるかなと思います。まあ、ここまで正直なかなか完璧な選手、まあ、5-5なんで、しかも、まあ、なかなかいないと思うので、まあ、ハムとかになるとちょっと高くなりますし、まあ、ここまでの選手なかなかいないので、ちょっと似ている選手って難しくはなってくるんですけど、まあ、この選手ほどいい選手はコスパ良くていないかなとは思ってますね。あとはやっぱ評価としてはもう SS になるかなと思います。まあ、今コスパにもなりましたし、能力も完璧で、もう今でも全然活躍できる選手なんで、まあ、しかも、まあ、大体の人がアイコン持ってるんで、まあ、ケミも組みやすくなりましたし、もうちょっと出せば、ハンセンとかもいますので、ハンセンともケミが合うっていうところも非常にいいかなと思います。もうバルサ自体はですね、今回の FC24 結構優秀な選手多いので、まあ、そういった面でも全然問題ないかなと思います。はい。まあ、とてもおすすめ選手なので、ぜひ一回使ってみてはどうかと思います。もう今のタイミングでも全然強いので、まあ、こんだけブラフラでいろんな選手出ましたけど、それでも全然問題ないです。めちゃくちゃ強いです。なので、ぜひ使ってみてほしいですね。はい。まあ、こういった感じですね。選手レビューであったりとか、転売情報とかも出してますので、よければそういったところも見てもらえたらと思います。最後の方にですね、転売のサブスクの話であったりとか、概要欄にも貼ってますので、まあ、そちらの方見てもらえたらと思います。この後ですね、試合動画の方を流しますので、よければ最後まで見てください。